台湾のチェリストで女優のナナさんが21日、SNS で自分は中国人であると立場を表明しました。ナナさんの父親は国民党のスポークスマンであり、中国当局はナナさんが9歳の時に家族と共に千雲芸術団の講演を鑑賞したことを理由に、ナナさんへの批判を展開していました。ナナさんが21日に立場を表明してから25日、 中国の中央テレビではアカペラで愛国ソングを歌うナナさんの姿及びインタビュー映像が放送されました。この事件は中国本土及び台湾で波紋を呼んでいます。今年18歳のナナさんは国民党のスポークスマン、オーヤン・ロン氏の次女で有名歌手のオーヤン・フィーフィーの名でもあります。オーヤン・ロン氏は最近の国民党中央委員会での発言において 国民党の台中政策は、統一しない、独立しない、武力行使しないであり、国民党は一国二制度について合意しないと示しました。中国本土のメディアはこの発言を取り上げて、大安氏が台湾独立を主張していると非難しました。数年前から中国本土で活動を開始した奈々さんは、父親のこの発言が原因で、中国の五毛党から、 台湾独立派芸人だと非難されています。さらに、最近出演した中国のテレビ番組では、ナナさんのシーンがカット、またはモザイク処理されました。これらのことを受け、ナナさんは21日、自身のウェイボーにおいて、私は中国人であることを誇りに思っていると立場を表明しました。さらには、いつになっても私の祖先の原石が、厚生省吉安であることを忘れない。 独府で自分の名前を確認できた時のあの感動を決して忘れないとも書き記しています。台湾籍の芸能人が政治的立場の表明を強いられたのは、韓国の人気アイドルグループ、TWICE のメンバー、ついさんの謝罪事件以来2回目です。ついさんは2015年11月、韓国の番組の中で台湾の国旗を手にしていたことから、中国から批判され、 最終的に謝罪に追い込まれました。台湾の国連加盟を推進する活動を展開している台湾国連共振会の王駅外理事は欧安論氏の発言が中国共産党の地雷に触れてしまい、中国共産党は今回のことを通じて国民党に対し警告を発していると考えています。これは中共官方系統性的 他不是单纯的就是一个什么爱国主播啊、路人啊去举报欧阳龙的行为，因为一般人根本不会特别去看国民党他们在中常会的发言，这完全是一个呃由中共由上而下的施压啦，然后目的就是要让国民党回应，必须要服从中共。中国政府呢对不同的意识形态，他是很排斥的。オリジナ台湾では次期大統領選を控えているため。

2010年に家族と共にシェンユン芸術団の講演を鑑賞したことを持ち出し、批判を展開しました。まだ10代の娘が連日攻撃を受けていることを受け、応援論士は、娘が講演を見たのは9歳の時であり、これらの攻撃の言論は誇張されたものであると反論しました。 アメリカ専佑芸術団の台湾公演を鑑賞したことのある台湾立法委員の李俊雄さんは、専佑公演は単なる芸術舞台であり、人々が芸術と音楽の舞台を鑑賞するのは生活の一部であるのに対し、 中国共産党は芸術を政治工作のカードとみなしていると示しました。2006年に成立したシェンユン芸術団は中国本土で破壊され、失われつつある伝統文化の復興を趣旨としています。2018年には155の都市で600回の講演を行なし、100万人以上が干渉しました。各地で満員御礼が続き、ニューヨークやパリなどでは、 追加公演を行うといった大盛況ぶりを見せています。現在、同規模の6つのグループに分かれ、世界を同時に巡回しており、毎年規模を拡大しています。各国の有名人やエリートから絶賛されているだけでなく、海外在住の多くの家人にも感動を与えています。一方、中国共産党は各地で手を尽くして専陰公演に対する妨害活動を行っています。 It's going to spread this culture all over the world, let people from every other country see what they didn't know. And um, and also, I think, I, I can't imagine anyone not being of, of the opinion that you should spread your culture and you should show this all over the world and it should be celebrated in China. This is your history. It should be celebrated by your world and by your government. 今回の7事件に対し、このように述べています。現在、中国で生計を立てようとする芸能人は、必ず文化大学名式の質問と愛国の審判を受けなければならない。政治とは特に関係のない芸術従事者に対し、国会式、中華民族、中国共産党に対する立場表明を強要する。 18歳、さらには16歳の青少年であっても政治的立場を表明しなければならない。さらに、このようなことは将来、芸能界だけでなく、ビジネスで中国を訪れるすべての台湾人にも要求されるかもしれないと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。